こんばんは、あきらです。僕は長崎県内を中心に飲み歩いたり、カフェ巡りしたり、そんな日常を動画にして配信しています。ここは長崎のシアン橋横丁の隣のハモニカ横丁です。看板はありますが、営業してるかどうかもわからないです。ここは昼間でも身震いしそうなほど空気がよどんでいました。実はここは銅座川を暗渠化し、その上に店舗を作ってあるんです。まさしく昭和を彷彿とさせる通りです。そんなハモニカ横丁を抜けてしばらく歩くと、今日の目的地があります。実は長崎の繁華街で飲み歩く人たちの締めはラーメンやお茶漬けではないのです。なんとおにぎりなんです。もともと長崎市内の繁華街で飲み歩く人たちには人気の店でした。それが数年前にテレビ番組県民ショーに出てからというもの、さらに人気がヒートアップしたみたいです。今日はそんな店を僕の深夜食堂にしました。ごめんなさい。
ないの大野さん。これは証言しました。何なの？店長代行人。まだ赤いか。まあでも感情的なものもあるけど、まあそうですか。ちゃんと挨拶しれるっていう話だけやったら、はい、それはもう俺らの話だよ。しらすと、塩辛、あ、はい、以上です。はい、スイカ入れます。キャラブキとキャラブキ、はい、シソの実、シソの実、はい、あ、今の、今の、はい、はい、絶対来たらしいよ。ありがとうございます。
大丈夫。